通行止め。行けないの？行けるんですか？はい。道志道に行くにはどうしたらいいんですかね。あの白いお家がそこに左側にありますね。はい。あの前を左にずっと降りてください。はい。道なりにずーっと行くとね。はい。青根の交差点でこの道にまた入りますから。あ、この道入るんですか。はい。同じだから。はい。みんな出てきたここは。あ、はい。ああ、こうなんかあれなんですか。まだまだしばらくはダメです。ああ、はい。わ、はい、かりました。どうもすみません。はい、気をつけて。はい。いやいや、通行止めになってた。はい、ありがとうございます。新しいルートで案内してくれるというけど、すごいね。あそこなんで通行止めになったんだろう。遅い道だから気をつけないとね。こんな道もあるんだ。不幸中の幸いがね、こんな道走るのは、今みたいな通行止めになってなかったら走れねえよね。すごい道だねこれね。すごい、ほらこんなとこでさ事故ったら大変だから、まあゆっくり行きましょう。エンジンブレーキ効かして。これが旧道なんだ、なんだ。バカンス村、いいとこを走らせてもらった。不幸中の幸いって言うんですかね、こういうのね。まずこんな道走んないもんな。おー、はいはい。この何便にしといてよかったのかわかんない。リルートも早いしね、なかなかいいじゃん。よかったよかった、正解正解。はい。うわ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 、すごいね道が。俺は気をつけねえと激突しちゃうぞ。逆にこんな道走れてよかった。見てくださいこれ、これくねくねじゃん。このところだけど住んでるんだよみんなね、だんだん畑でね。うわー、いいとこ来たわ。ここはあそこが今通行止めじゃなかったら走れなかったよ。よかったね。すごいね、こんな道があるんだ。ガタガタの道、何これ、来たぞ。
車で走り屋もいるからな、気付けんのかな。今日朝軽トラでドリフト走行してるやつがいるっちゅうからさ、気付けないとな。いや結構車来るぞ。まあセカンドに行くのが無難か。はい、直進なんで、まだ直進じゃねよく言うよ。一方すごいなのが、すごい道を走らせていただきましたよ。はい、すごい、あ、こんなトンネル、すごい。まあそんな悪いトンネルじゃないね。だわ、これなんちゅう道だこれ。あれなのかな、まだだけど、うわー工事してます。
だけどそれこそさ、あの椿ラインなんかどないやんかよ。すごい道ですよこれ。だけど面白い。うわーすごい道だな、いいね。うわサイレントルレイバー。うーん、だけどさこれが路面凍ってたら怖いね。まだ暖かいからいいけど。いやーでも綺麗、すごいねここ漁港。はい、いいとこ走らせてもらったよ。上野川キャンプ場、オートキャンプだ、キャンプ場があるんだこの子に。お、なんか来たな、注意しないと。ダム、道志ダムなんていうのなんだ。道志道だろ、43。ここまでが迂回路ということだな。今のおっさんも大丈夫かね、なんかこの頃の怖いよね、高齢ドライバー。俺も高齢ドライバーだけど。この道は覚えてます。だから今の道、あの通行止め区間にあのスピード違反の取り締まり区間があったんで、確か